おはようございます。12月7日水曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。冬型の気圧配置で北日本や北陸エリアを中心に雨や雪が降りやすいです。引き続き路面状況の変化や積雪の増加にお気をつけください。北陸を中心に雷や突風を伴う恐れもあります。一方で東日本の太平洋側から西日本にかけては広く日差しが届く見込みです。山陰など日本海側では一部雨の降る可能性もありますが、その他では晴れて洗濯物の外干し日和となりそうです。南西諸島は湿った空気の影響ですっきりしない空が続いていきます。気温を見ていきますと、この時期らしい体感となるところ多くなりそうです。関東では前日よりも気温が上がり寒さが緩んでいきます。服装選びにお気をつけください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。